ライブ配信のサウンドクオ,テクオリティが格段に良くなる設定方法。ということでですね <laughs>、えー、お伝えしていきたいと思いますのでね、えー、しばらくお付き合いいただければ幸いです。えー、僕のプロフィールですね、えー、ボビーアトレーザー、この後ろに並んでるでしょ、革ジャンとか、レーザーね、ねこのハットとかね、帽子とかね。 こういうレザークリエイターをやってますそれといろんなミュージシャンの方とかステージでとか撮影で来ていただけるようなそういう風な衣装とかギターこういうストラップとかそういう音楽に関することとかも使ってもらってそういう作品を作ったりしてますほとんどオーダーメイドのレザーブランドでやってますでそれと同時に、ね、こういう,う、えー、ブログ書いていろいろ配信したりしてるじゃないですかこういうライブ配信もそうですけど相談を受けたらサポートしたりとかそういうことお手伝いもさせてもらってますほんでちなみに今のこの配信の 環境というか、それを図にしたんで、これをね、ご覧いただければと思います。画面左がパソコンやと思ってください。配信してるのが iMac の27インチだと思います。画面をこの右側、これを捉えてるこのカメラ、今この図にあるようにデジタルカメラを使っています。このデジタルカメラを使いながら、これはバリアングル機能がない、チルト型なんでね、この図のようにミラーをカメラのほとしのところにつけて、それを映った映像を見ながらお伝えしている感じです。カメラを使う場合パソコンが LAN ケーブルがいるみたいに、HDMI ケーブル、配信する場合はチャプターボードっていうのがありますね。 それをかましてパソコンにつなぐということで、今こういう感じで映像が一眼レフカメラで捉えたボケのあるふんわり,ふんわりして、ちょっとピントがこんなになりますけども、それをですね、オープンブロードキャスターソフトウェア、このフリーソフトなんです。これは無料の万能なソフトなんです。最初、OBS すべてこれで配信してましたね。音声が、昨日 <laughs>、まあ、ええか。音声はね、オーディオインターフェース、ヤマハの えー、AG03 非常にコンパクトなのを使ってますけどねそれにマイクをつけてパソコンにつないで同期させてるっていう感じですね音声と映像は別々のルートから同期させてお届けしてるという,うそういう仕組みですね忘れちゃいけないのがライティングなんですよね OBS 経由の映像とオーディオインターフェースを同時にこう配信するわけでしょだから大容量のものが放出されてるわけなんでソフトバンク光っていう優先欄それで直接そのパソコンの方に差し込んで、えー、そのまま配信してますね <laughs> まあライブ 配信をを始めたきっかかけお伝えしていいこうなと思ます Facebook ライブ配信を始めたきっかけこの中で外出できない中何か発信できないだろうかと思いま,すまずスマートフォン前で弾き語りを始めてみましたやっぱ最初はそれで良かったんですけどインカメラやからミラーリングで反転するしなんかこう違和感もあったりしたのでせっかくやったらギターとかリバーブが効いたような こういうリバーブが聞いたようなサウンドでとろけられないかなと思ってねそれで、えー、いろいろ沼にハマってきましたねこだわりがあってねただそれをどうしたらいいんやろうっていうまず悩みじゃないですかそれまで写真も撮ったりとか今もこ、ね、実際これ有効利用ですよ全部 でででそれぞれぞのの趣味の延長みたたいなな持ってたものなんですよね録音用ですよ、配信用というよりも。でカメラもどっか行ったときに撮影したりとか、僕の場合だったら作品とかをブログにアップするための画像を撮影す,撮影するというもので、同時配信用に揃えたものでもなかったんで、まずそのやり方が全然分からないんでね、YouTube やらブログやらいろいろ見てんですけど、ねえー、YouTube ライブのやり方とか、17ライブの設定の仕方とか、そういうのはばっかりやったんですね。それを元に多分 こういう風にやってるんじゃないかなとか、そういうゲーム配信の方の配信接続方法みたいなのばっかりだったんで、ゲーム配信はやってない。 けど、ライブ配信の場合は多分こういうふうに設定したらいいかなと思っていろいろ試行錯誤したんですけどね、そういうふうなのことを、ね、今からいろいろお伝えしていこうかなと思ってます。まず、えー、歌とエレアコによるヒゲタリーのためにオーディオインターフェース AG03 を使いました。その設定方法で、ね、僕がどういうふうに設定してきたかということをスライドでお伝えしていこうと思いますお付き合いください。ヤマハ AG03 はマイク端子1本とマイク内蔵のアコースティクター ギターシールドがさせるだけで最低限のシンプルな仕様なんですね楽器メーカーとか電気メーカーからもこういうオーディオインターフェースは出てるんですけどもこれの決め手は当時僕が決め手にしたのはこのリバーブ機能なんですね聞こえますかねこのリバーブ機能 このリバーブ機能でですすね僕はどうししても欲したかったわけですよ今は他のメーカーからも出てると思うんですけどやっぱ作りがコンパクトなことと頑丈なんですよスチール製なんですね表面の天板がスイッチが、まあ、ヤマハとかやっぱこうなんかこういう外に持ち出していいことが多いじゃないですかイベントとか据え置きの場合もありますけどね持ち出しとかするときもタフなものでないとちょっと具合悪いんであとコンパクトな大きさですねそれで僕はスイッしました 概要っていうか、僕が設定しているのはこれぐらいな感じで、えー、設定しているぐらいですね。これで僕の場合はこのギターとか、まずボーカルですね。マイク端子でキャノンっていう僕は呼んでるんですけど、このシールドをですね、これね、これの相方がこの本体に刺さってるんですけど、ね、それをダイナミックマイクっていうダイナミックマイクを通します。で、ギター、楽器